リチャード・ウレーニャ・カスティーヨは、ドミニカ共和国ドゥアルテ州産、フランシスコ・デ・マコリス出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、MLB のトロント・ブルージェイズ参加所属。2012年に、トロント・ブルージェイズと72万5000ドルで契約を結び、プロ入りを果たした。2013年3月2日に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ、ブルージェイズに配属された。 8月21日に、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズへ配属された。この年は、計2球団合計で71試合に出場して、打率301本塁打、38打点、81安打、9盗塁を記録した。2014年6月17日にアパラチアンリーグの、ルーキー級ブルーフィールドブルージェイズへ配属された。 8月20日に A-9 バンクーバーカナディアンズへ配属された。この年は、K2 球団合計で62試合に出場して打率。308、日本塁打、25打点、77アンダ、6盗塁を記録した。2015年3月20日には、メジャーのスプリングトレーニングに招待された。4月6日に、A 級、ランシングラグナッツへ配属された。このリーグで、 オールスターゲームに選出された。7月2日に A 級ダニーデンブルージェイズへ配属された。8月9日に A 級ランシングに配属された。この年は2球団合計で121試合に出場し、打率262、16本塁打、66打点、133安打、8盗塁を記録した。オフにはドミニカ共和国のウィンターリーグである。 リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに参加し、ヒガンテスデルシバオに所属した。2016年1月12日のメジャーのスプリングトレーニングに招待された。4月4日に A 級ダニーデンに配属され、開幕を迎えた。8月3日に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに配属された。この年は2球団合計で127試合に出場し、打率。 295,8本類五59打点、153安打、9盗塁を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年開幕前に発表されたブルージェイズのプロスペクトランキングでは全体11位の評価だった。3月17日のオプションで A 級ニューハンプシャーに配属され開幕を迎えた。 8月31日に監督のジョンギ・ボンズが9月1日にセプテンバーコールアップでメジャーに昇格することを発表しマイケル・ソー・オンダース、テオスカー、ヘルナンデス、ルーク・メリーと共にメジャーに昇格し同日メジャーデビュー9月9日のデトロイト・タイガース戦でメジャー初本塁打を記録した9月12日のボルチモア・オリオールズ戦でザック、ブリトンから メジャー初サヨナラアンダを記録した。この年メジャーでは21試合に出場して打率、206、1本塁打、4打点、1盗塁を記録した。2018年は40試合に出場して打率、293、1本塁打、6打点、2盗塁を記録した。2019年は30試合に出場して打率、24、34打点を記録した。 オフの12月30日にトラビス賞の加入に伴ってディエフェとなった。2020年1月10日にウェーバー工事を経てオリオールズへ移籍した。2月19日にアンドリュー・ベラスケスの加入に伴ってディエフェとなり、23日にマイナー契約で参加の AAA 級のオホークタイズへ配属された。オフの11月2日に FA となった。 2020年12月18日にブルージェイズとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。